はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回はロックマンエグゼ4、なんだっけ、トーナメントブルームーンですね。こちらをプレイしようと思います。まあ、前回ね、レッドサンやったんで、ブルームーンということでね、まあ、多分同じだと思うんですけど、ちょっとね、やってみようか。というか、ロックマンエグゼ、アドバンストコレクションの中の、コレクションボリューム2かな、の中の、ロックマンエグゼ4、トーナメントブルームーンですね。はい。ということで、こちら。一応これもう変えてますけども、これバージョン切り替えでね、レッドサンブルームレッドサンブルームレッドサンブルームでなってるんですけども、まあブルームーンですね。 ちょっとずれてたね。はい。ということで、ブルームーンですが、バスターマックスをオンの状態で始めます。ということでね、これでそっか、ロックマンエグゼ4のレッドの方を先にやったから、なんか背景赤いなと思ったけど、青でやってもやっぱ背景赤、自分で切り替えなければね、まんまなんですね。はい。ということで、初めから西暦 2000X 年、高度な科学技術により世界中の国々がインターネットでつながり、あらゆる電子機器がネットワークで管理される時代。便利な反面、多発するネットワーク犯罪などの問題を抱えながら、世界は平和な日々を送っていた。まあ、多分同じだよね、この辺はね。どの辺からこう変わってくるかってところが知りたいんですよね、一番。変わんのかな。これブルームーンだから、これ青枠ってことじゃないよね。多分一緒だったよな。ちょっとそういうところは特に気にしてなかったんだけど。まあ大体こういうバージョン違い的なものって、最初のね、オープニングからこうあからさまに違うぞっていうのは、なんだろう、ポケモンなんかでも敵自体がね、名前変わってたりした、ああいうようなやつはまた違うけども、でもあれ、まあ、この辺りはどの辺りからね、こう、違いがこう明確に見えてくるか。稲妻イレブンとかもね、なかなかこう、普通に頭からやってると、特に違いないな、みたいなね、はい、感じることもあったりするんでね。ポケモンなんかだと、ほら、2種類あると、2種類揃えないと全部のモンスターを揃えられないみたいなところでこうやるじゃないですか。だからこう、これの場合2種類やることでどうっていうところのメリットをね、どうこう、この1時間プレイでね、把握できるかってところがね、ちょっとね、ポイントっていうか、わかんないかもしんないね。まあ、物騒な感じなんだけど、やっぱね、この字幕の文字とかって、昔のね、ゲーム好きな人は、ここがリメイクとか、なんだろう、ファミコンライクなものをね、今作った時とかに、テキスト部分がね、やっぱドットじゃないとってなると人もいると思うんだけど、正直言うとね、やっぱり文字はね、見やすい方がいいです。テイストとかもう関係なく。だからこれもね、文字もドットライクな感じにもできるんだけども、ここはちゃんとね、こういう文字でやった方がプレイしやすいかなっていう感じはしますよね。そういえば、これこのまま放置していこうとしたらどうなんだ。そうなるか。これちなみに、R を押しても L を押しても R を押しても反応しないのは、こいつを持ってないからか。入れないのか。ナビしてくれますね。で、メールか。
じゃあ行きましょう。おう、え、こんなとこに人形いたっけ。あ、ここがまた変わってるよ。これはケーキはどうなの。お菓子は、あ、お菓子は変わんないかな。これカレーかなんかだったっけ。違うっけ。得意な料理、あれ冷蔵庫赤い、あれ赤かったっけ。冷蔵庫赤、こんな赤だったっけ。全然覚えてないな。頑張れロックマン。ということで、助けてあれ、あの時代劇で、あの帯ぶんどられるね、女性みたいな感じのセリフ回しなんですけど、帯を取られてもぐるぐる回っていくね、あんな感じのセリフですね。この辺も変わらんだろうな。ちゃっちゃと B ボタンで倒しちゃうか。B ボタン連打するからスポーンゲージ溜まる前に終わっちゃうよ。あ、間違えた。光った時にチップ攻撃を当てるんだ。当てられるかな。これレッドの時にもよく分かんなかったんだよな。すげえ、全然関係ない時にやった。
あれ全然光も何もなかった。あれ決めたの決めてない、全然普通に倒しちゃったまあいいやまあいいや、そういうのは気にせずに行こう。こういうの緩いといいよね。厳密にこう やれないと、あの先に進めないゲームって厳しいですもんね。起こすことがで、これじゃ火を起こすことができません。火がつかないんじゃご飯も作れないわ。困ったわね。そうだパパはなんとかならない。そうだな、プログラム修正パーツのリカバーバッジがあれば手っ取り早いんだけどな。そのリカバーバッジはどこにあるの？ネット君、確かインターネットのどこかでナビが売ってるみたいだ。じゃあ話が早い、俺行ってくるよ。もうお腹ペコペコだし。あ、そっかそっか、ずっと勘違いしてた。なんか僕の中ではこうなんか冷蔵庫もレンジも全部インターネットにつながってるっていうようなイメージだったけど、このオーブンはオーブンだよね多分、はインターネットにつながってないんだ。あ、お金もらわなきゃいけない。あ、インターネットに繋がってないけども、あれも電子制御になってて、どうやって火つけてんだろう。やっぱガスじゃないのやっぱ電気なの電気だからって別にあのコンピューターに繋がってるとは限らないんだけどね。その仕組みがよくわかんないけど、まあこれここなんだ。ネットバトラー同好会会長室、ずいぶん近いところにある。どんどん稼ごう。ああまだこれか、残念。オッケー、まあ、パンパンパンでいっちゃえばよかったね今。秋原エリアさんならメインストリートたどっていけばいけるよということで、君掲示板って見たことある？いろんな HP ホームページに設置されていてみんなで情報交換してるんだ。 HP によっていろんな種類の掲示板があって楽しいよ。そうか、この頃でも BBS みたいな掲示板なんかもう今正直 SNS が発展したから掲示板って今だともうあんまよくわかんないかもね。2ちゃんとか5ちゃんか、5ちゃんとかそういうところが一応生きてるって言えば生きてるのかな。正直2チャンネルも5チャンネルもあの書き込んだことないからよくわかんないんだけど。
そっかそっかそっか、ずる動いてくるやつかあれ何も考えずに待ってた通り抜けるの何も考えずに待ってた。このメインストリートのおかげで、処理速度がアップして快適です。今のうちに回復しておくか。やべ、結局回復した意味があまりなくなってるような気がする。よし結構エンカウントやっぱ高いな。あんまり変わんないかもしれない、このままだと。ちょっと差が出るとこまで行きたいよね。差が出るとこまで行けるのかなこれ。今のところ差が出そうな感じが、あの部屋の物の配置ぐらいかな。あの人形とか、あそこ何があったっけな、レッドの時。すげえ、これか。買う、しょうがない。よし行こう。あ違う違う、まあ、行かなくていいんだよ別に別に別に抜けりゃいいじゃん。なんで、ね、なんで行こうとしたの。よしよし行こう、もう帰ろう帰ろう。これいかんよね、こう。あ違う、これプラグアウトでいいんだって。もういつでもプラグアウトですよ。あれここら辺の物の配置もなんか違うような気がするな。うん、これリカバ、ネット上で買ったリカバーバッジをどうやって実体化してんだろうねこれわかんないんだよな。これロックマンにデータとして持たせて、こっちでインした時にそこでこうやらせるようなもんじゃないんだね。これどういう風にリカバーバッジっていうのが実体化してんだろう。うん、USB かなんか、あでもフロッピーとかの時代だよねこれ。 USB カードって、 USB って概念があったっけ、うん、まだ時代的にスカジーとかそういう時代じゃないのかな、違うかな順調にいってるのかな。レッドよりちょっと先まで行きたいよね。1時間だと日暮れ屋が開くまで
行かないのかな。いや、特に思い出すも何もないんだけど、ここどこ？メールちゃんには用事がない。いやいや、いや、もう家帰った方がいいんじゃねえの。学校どこ行っちゃったんだ、学校。家に帰っちゃバカだろう。でも家に帰んないとこれ話が進まない気がするな。パパが戻ってきちゃうよ。いや、戻ってきていいんだけど。他にやることないよね。書斎ないんだよな、書斎が。書斎が見当たらないんだよな。あと何かあったっけ、やれること、やれることは、もうないよね。あと何かあるか。これか？あと何やればいいんだっけ。ああ、やばい、こういうところで時間をロスしてしまう。無駄に時間が進んでしまうよ。何すりゃいいんだっけ、これ。ちょっと待って。なんかあったっけ。なんかあったっけ。いや、もういいよ、お前。あ、やべ、またやってた。いや、長い。お前長いよ。あれ、何すればこれ先進むんだっけ。いや、戻ってきていいんだけどさ、あれ、町のみんなって家帰っ、あと誰か話してないやついたっけ。あと誰かいた？あれ、あと何が必要？あ、やっとだ。なんだろう、今リスかな。リスを最後に。これの前にリスを調べたときに、あの辺でフラグだったのかな。ちょっと。前回もここでな、あれって止まっちゃったんだけど、あ、ここになんかコードがあったな。J5FA16MIA82FKNBRX892T6YO、 あ、これ Y0 か。これ同じだわ。
レッドとブルーで同じの書いてある。あれ、ゴミ箱ここは赤かったっけ？縄文電気ね。もうアメロッパがよくわかんない。アメロッパ、結局1時間何を見てたんでしょう、彼らは。ラグインできない。ステレオにプラグインお願い。ステレオにプラグイン、あ、できた。こいつだよな、こいつだったんだよな。今倒したい、今倒したい。普通に敵が出てきますね。あ、違う。ライフの回復のためにやったのに食らったね。
でもアメロッパって名前からすると、この国、この世界ってどのぐらい、もう国がほとんどないのかな。ここら辺から変わるのかな、トーナメント、そのブルーとレッドの、ね、違いっていうのは認識しやすくなるのかな。でもここの会話からいきなりなるってことはないもんな。テレビっていうのかな、そんなにみんなテレビ出たいか。飛んでる？アメロッパ怪獣王、この人はアメロッパ人なんだ。これは？うん、日本とは怖いところです。この子はビエーン。いや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 、結構すごいこと書いてるな。
いやいや。みんなで秋葉原エリア3人いるんだ、早く来てねって、直接会いに来ちゃったよ。こっちも行けんのかな。あ、すげえ、ふみふみ。入ってもいいのかな、出れないのかな、ここから入ったら。ここは出れないと。今どういう状態？あそこがさっきのところが自分の家から入った時の場所かな。ここは一回プラグアウトして、多分あそこから入ってもあれってことはここも行けんのかな。全然違うプレイをやってる違うプレイをやってます。ここは外せないのか。相互リンクみたいな話は出てこないのか、ここでは。あ、でも敵も出てこないな。よくよく考えてみると。敵が出てきてないよね。やっぱ人の部屋によってっていうか、なんか中にいるロボット的なやつは違うんだ。余計なことばっかやってたら多分ん？日記？あれ他いないの？ここはあれか、あのブロックがあるのか。なるほど。なるほど、何もできない。結構時間をここに割いてしまったってことはやばいかもしれない。さて、こっちから入らないと多分いけないんだよね。いけたのかな。
これできてるもんな、相互リンクな。じゃあ、あそこからこう入っていった場合、どうなるんだろう。やればよかったな。急ぐぞ急ぐぞ。レッドではここのボスを倒すとこまでやったんだよな。だからこれはそこまではやらないと。あれなんかすごいめんどくさいガスの仕掛けがあった気がした。今更ながら思い出して、あれすごいめんどくさかったな。間違えた。せっかくアイテム3つあったのに、チップ3つ使ったのに B ボタン押しちゃったよ。よし、いやすげえ金あるしで HP しか増やさない男取れないやつか。いやこいつむずいな、こいつ無理だな。3つしかない B ボタン。行くしかないのか。てかもう時間が15分、もう少しあるか。よし、
なメールいらねえよ。あ、そっちか。そっちか。もう繋がってたんだよね、多分リンク。あ、でもあれと関係ないのか。これどこだ。こっちは何なんだっけ。どっか行きそうだな。あ、そっか、あいつにやられちゃうとそうなるんだよな。アイテム取りたかっただけなんだけどな。よし。ちょっとか。今んとこ赤と青の差はいまいち感じられなかったかな。電波塔開戦記念。こんなだったっけ。そもそもこんなとこ来たっけ。ちょっと待って、電波塔ってなんだ。ちょっと待って電波塔に直接プラグインだと。電波塔ってどこだっけ。あれ、そんなだったっけ。電波塔ってどこだっけ。電気街の広場に、あ、あれか。じゃないよ。ここなんだっけ。あのヘンテコななんかマシンだよね。あれ違ったっけ。あれどこだ。ん、ここじゃないよね。あれ、え、行っちゃダメなの。あれもう一個向こうになんかなかったっけ。ここから入るのかな。
あれ前回あれどこからどうやったっけ 全然なんで覚えてないんだ。あれここってこれだけだよね。戦ってくれよ。ああ、いやいや無駄、そんな戦いいらないんだよ。あれあれ全どこで何やったっけ、もう忘れてるよ。地方省かな。よし、そういうことか。どうしてたっけ、あれあれどっから入ってた、そのままやっ、えあれ全然記憶が、あれこでも来てない気もするんだよな、そのまま突き進んでた気もするんだよな、こっちで。あれどうしたっけ、全然もう忘れてる。このまま1時間になっちゃうよ。あれどうだったっけ、どこで何してたっけ。いや、ヘボか。あれどうしたっけ、どこに行ったっけ。あれなんかガスをこうトントンとこう吹き飛ばされて、あれってこれじゃなかったっけ、あれって、あ、そっか、あれ3か、あれちょっと待って、なんかいろいろ記憶が混濁してるな。やっぱ時間置いてやるとわけわかんなくなるな。あれツリーの話。いかんな、ちゃんと覚えてないってことはそういう終わり方だったのかもしれない。もうなんかやばいな、時間置いてやるとここまで忘れるんだ。順番に全部やってるからさ、もうどれの記憶か分かんなくなってくるよね。いや、あと4本あるんだけど大丈夫かい。うん、なんかダメね。
やっぱスティックで操作するとどうしてもなんかその細かい操作ができてないよね。こっち来ちゃうとだから電波と関係ないのかな。こうなるよね。あれっていうか時間的にあと5分だからな。どうしようとか。ちょっと待ってよ。わざわざあれリンクしたよね。リンクじゃねえや。わざわざ。このリンクはいいんだけど、リンクじゃなくて普通にハウスから行けたよね。これはメールか。メールじゃなくて、記憶が、そうか、そこまでインパクトのある記憶を持ってないんだよな、多分あのこのここまでのプレイで方に関してはそういうことか。あれ。から行けなかったっけ。あったこれだ。これデカオか。あれデカオの家がここ。デカオの家がここってことはあれよしよし。この先行けないんだよな。やっぱスティックでやると2マスぐらい一気に移動しちゃうな。繊細な操作がしにくいな。勝手に入れないけど。やばい時間がない。あれこっちを上に行くのかな。植えてないよな。これ戻ってきちゃったから、やっぱここから行くし、あ、違う、こっから出ればいいんだ。あれ?で、ここで使えばよかったんだ。なるほどね。で、ここでなんかできないのかな。これを見て終わりそうだな。これ見ただけでその後何もない。
HP って読み方も掲示板っていうのはやっぱ時代を感じるよね。今だともうなんかそんな感じじゃないよね。ブログ作ったよとか、ね、わかんないけど SNS だ、 Twitter とかね、 Facebook みたいなものっていうのは今のゲームでもよく出てくるけど、あれをこう一人一人のとこになんか作るもんじゃないからね、つなぐって感じだから、ね、そもそもフォームここいけないんだ。ここから行くとどうなる？ファイヤーアイディ、いやっていうかもう時間的にもうギブアップ時間か。そうだね、これを倒したら終わりにしよう。まあいいや、これいや、まあまともに戦う気ないだろうって言われると、まあその通りなんですけど。で、これでセーブ。おお。ということですね。ということなので、これで、いや、正直、レッドとブルーの違いはここまでだとよく分かんなかったね。まあ逆に言うと、ちょっと、部屋の配置物とか後でこう見比べてみればわかるのかなっていうのはどうですね。はい。ということで、このチャンネルに応援いただける方はグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、さきかんでした。